ドゥン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 。クソ聞きだよ、ゲームを聞いた。待って、フルスクなんだっけ、 F11 違う、なんだっけ、 F ね、フルスクボタン何、映れ、映った。やるよ、アンダーテール2周目、ま、とりあえず2周目だから、ちょっとコメントを端に出しといて、めっちゃチラって見るときあるかもしれない。で、これどうすんの？はい。え、これ2周目になってる？ちゃんと。これなんか、ちゃんと続きから、え、やべえ、みんな操作忘れたかも。もういいよ。進もう。よし。いきますか、全員救うアンダーテールやるわ、よろしくね。きた、超うざい。なんかもうまだうざい、俺まだうぜえわこの花のこと。全員救うって言ったけどごめん、嘘、それもう切っておいたよこれ。言い忘れないで。え、ん、え、今回は誰も殺しちゃダメだからね。え、めっちゃ何、え引き継がれてんの、え、どういうこと。僕はこんなアドバイスするなんて信じられないよ。頑張ってね。何様だお前。あ、来た。あれ、待って、え、演出違う。あれ、何これ、かわいそうに、ここがどこなのかわからないので、怖がらなくても大丈夫よ、私はトリエル、この遺跡の管理人なんてさ。さあ行きましょう、遺跡を案内してあげるわ。ママとかはリセットされてんのか。え、お花、フラウィーだけなんか記憶残ってるパターン、怖っ、怖いんだけど。普通にセーブしよう。ソビエ立つ遺跡を目の当たりにして決意みなぎった。あー、なくなっちゃった、なくなっちゃった、俺のデータなくなっちゃった。まあ、いっか。もうパパッと進むよ。あなたは人間だから、モンスターに襲われることもあるでしょう。そうだ。俺、こいつ殺してから変な風になっちゃったんだ、多分。そんな時どうすればいいか知っておかないといけませんよ。そう。友達になるんだよね。お話し相手するんだよね。そうやって時間を稼いで私の助けを待ってね。助け待つか。助け待とう。マネキンが現れた。行動。話そう。話しかけた。会話は弾まなかった。トリエルは嬉しそうだ。見てるな、ママ。You win! そう、それでいいの、上手にできたわね。え、すごい、こうなるんだ。話すだけかい。この先にもう一つパズルがあるわ、あなたに解けるかしら。解けるよ、ママ。任せな。俺なんだって、なんたって。人生2周、出た、フロギー、懐かしい。フロギーは何、褒める、言葉の意味を理解できないようだ、それでも照れている。あ、トリエルいる。え、ちょっと待って待って待って、ママママママ、あの、睨みつけるのやめて、ね、目怖い、ママ何も言わないの、そしてママ怖いわ、ママが一番怖えや。ママ、どうしても行くというのなら、私はもう止め待って。でも一度この扉の外に出たら二度とここへの戻らないこと。どうか分かってちょうだいね。ママ、一緒に冒険しよう、ママ。ほんでママ盾にして逃げよう。あ、これアンダーテールだ。さ、やっていきますか。あれ、ここで戦うっけ。あ、こいつなんか強くなかったっけ。待って、勝てるかな。で、俺様の夢の青攻撃をくらい。わあ、クソ弱えや。こいつの戦闘確か面白いんだよね。緑の間逃げられない。分かったよ、案内。俺、お前とは戦いたくないんだ。早く赤にしてくれ。やばい、危ない、くしゃー。おい、鬼ごっこしようぜ。
間違えたわみんな。さあ鬼ごっこタイム。うわー、逃げ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 、早い早い、くー逃げて。おい今じゃない、今度さ貴様と俺とアンダインの3人で遊ぼうよ。いいよ、暇な時にアンダインの家に来てね。暇な時にアンダインの家に来てねってこと、待って、あ逃げて、暑いよここ、寿司になっちゃうよ本当に君。そうだなマジで。おい飲めよゴクリ。こんにちは、人間と申します、よろしくね。前歯が黄色くて不快なので歯磨いた方がいいですよ。帰った、これで待って、船あるから家に行ってみよう。え、多分家だと思うわ。シャンテンチュ、え、アンダインさんのピアニストの方ですか。人間が来た、アンダインと一緒に遊ぶ、貴様とアンダインを侵入してやるぞ。はい、え、マジで、じゃあ俺様の後ろにいてね。アンダインにこれを開けて、すっごく喜ぶから。骨やん、ピアニストじゃん。だパピルスいらっしゃい普通のババアやんけお前。今日もロイヤルガントのトーク始めるか。始める。見て、友達も連れてきたよ。どうも人間です。あー、どうも初めまして、どうぞ入って。二人とも目決まっちゃってる、怖いって。普通の家だしめっちゃ長い剣がある。見てアンダイン、友達がお土産持ってきてくれたよ、自分で選んだなんて。あーどうも、じゃあしまっておこう、他のと一緒に。すっげえある、いらなかったじゃん。じゃあ特訓始めるか。おっとアセンサー、俺様はそろそろトイレに行かないと。じゃああとは二人で楽しく遊んでね。何をしに来た。敵の傷口に塩を塗りに来たのか。さらなる屈辱を与えるために。どうなんだ。違うよ。なら何をしに来たのだ。そうか、そういうことか。私が貴様とお友達になると思ってるんだな。そうだろう。そうだ。これは傑作だな。いいとも、やらかでるな。仲良く手をつなぎ、たまにたまれやらないか。とでも言うと思ったか。誰が貴様などと友達になるか。客人でなければぶん殴っているところだ。俺もね、貴様は我々の夢と希望を打ち砕く存在。友達になど死んでもなってたまるか。分かったらさっさと出ていくがいい。ええ、残念。貴様とアンダインはいい友達になれると思ったのにな。どうやらアンダインを買いかぶりすぎたみたいだな。やっぱり無駄だったか。何？無理だと。パピルス待て！クソ！私が貴様と友達になれない！クククククク！笑わせな！貴様のような風抜け一人に友達にできる私はない！見ていろパピルス！いいかよく権利げ！貴様と私はただ友達になるだけではすまさない！私たちはずっともだ！貴様は私に夢中になる！他の奴のことなど目に入らないほどだ！なんかやだわ。はい、座って座って。出た！この BGM、超平和。ここの割れた窓とかは触れないんでしょうか？怒らないんでしょうか、この割れた窓は。あんな風に窓から飛び出すなんてパピルスのやつ。いつは着々も完璧に決めるのに。もう顔がラリっちゃってる。歯3本しかないし、前歯と下の歯で。私の部屋に入れない、ない、たい、は、入りたいのか。残念だったな。オタクは立ち入り禁止だ。まあ例外もいるけど。ん？それアルフィーじゃない？剣は？人間は最低だが、奴らの歴史は最高だ。その巨大な剣もしかり、かつて人間たちは体の10倍にもなる剣を振るった。え？そうだな。ん？違う。ふん！嘘つくな！アルフィーが持っている人間の歴史書は全て読破した。巨大な剣のことは全て調査済みだ。エイリアンと戦うバカでかいロボットのことも。何の話？超能力を持ったプリンセスたちのこともな。誰？そんな奴いないぞ。アニメの話みたいな、こいつ。わざわざ来てくれてありがとう！YouTuber みたいなこと言われた。テーブルの席に座ってね。おい、YouTuber や。はい。楽にしててね。今飲み物を用意するから。YouTuber。どれがいい？あ、どこ？貴様席を立つな。客は客らしくおとなしく座っておもてなしを受けろ。お前やんけ！選べてたの。その槍を使ってね。え？す
げえ、なにこれ、こんなやり方ある。ハーブティー、無難な選択肢。ホットチョコレート、緑の缶、ソーダ、黄色い液体、砂糖、お茶に入れる。なんでもいいんだけど、ホットチョコレートにしとく。ホットチョコレートが飲みたいの。そうだ、思い出した、ホットチョコレートは切らしてるんだった、もう買ってくるのやめたんだ。だってあそこあれひげでいい、わしわらがくっついて取れなかったへんで。そのラリった顔すんのやめて。ハーブティー、オッケー、ちょっと待ってて。ほで、テーブル壊れちゃったよ、アンダイン。どこで飲むの、台所で飲むのかな。お湯が沸くまでもうちょっと待っててね。 YouTuber じゃん。あの気まずい SE 間違えてない、あのテーブル壊れてます、はいどうぞ。のっけた、どうやっての飲みます。そこまで熱くはない、さっさと飲め。ハーブティーをすすった、完全に熱湯だ。熱湯かい、でもなかなか美味しい、なかなか美味しいでしょ。お友達にはとっておきのお茶を出さなきゃね。だからその顔やめろっつうの。でも考えてみると、そのお茶を選ぶなんて不思議だな。金色の花のハーブティー、アズゴアのお気に入りなんだ。そういえばお前ちょっとアズゴアに似てるかもしれない。え、ダサいとことが顔をやめろってまず。ちょっとだけな、なんか気まずいんですけど。私子供の頃は喧嘩っ早くてさ、腕っぷしを証明したくてアズゴアと戦おうとしたんだ。まあ戦いにすらなんなかったんだけどね。私の攻撃一発も当たらなかったよ。それどころかアズゴアは反撃すらしてこなかった。あんなに恥ずかしい思いをしたことはないよ。アズゴアは私に謝ってわけわかんないこと言った。君は私を倒す方法を知りたいか言って、知りたいって言ったら、それから毎日特訓してくれてさ、ある日特訓中に私ついにアズゴアをノックダウンしたんだ。ダメや。その瞬間ごめんなさいって思った。でもアズゴアはすっごく嬉しそうに笑ってたんだ。そして箱になったんだ。ぶっ飛ばされてあんなに嬉しそうにしてるやつ初めて見たや。でアズゴアはずっと、それからもずっと特訓してくれて、ついに私ロイヤルガードの隊長になったんだ。そんなわけで今じゃ私が下パを特訓する係、パピルスとかな。でもさ、正直ちょっと微妙なんだ。パピルスをロイヤルガードにしちゃって大丈夫かなってさ。いや大丈夫よ、強いよあいつ。これ本人には言わないでくれよ。別にさ、あいつが弱すぎるってわけじゃないんだ。いや強いって、お前より。でもいかんせんピュアでいいやつすぎるんだよな。大体お前を捕まえるはずだったのに、なぜか友達になっちゃうし、あんな調子じゃとても戦闘任務は任せられない。ろくに戦いもせずニコニコしながら殺されるのがオチだ。実はな、そんな理由もあってあいつに料理をしてることにしたんだ。そうすればその別の道も開けるかなって。それでスパゲッティ作ったのか。何？あ、なんかごめん、私ばっかり喋っちゃって。本当だよ。お茶がなくなっちゃったね。今おかわり持ってくる。お前の刺身で寿司出してくれてもいいぞ。待てよ。パピルスのお料理レッスンといえば、まさに今、レッスンの時間じゃないか。パピルスめ、どこへ消えた。こうなったら、貴様に代理レッスンを受けてもらうしかないな。あ、サボるために俺を呼んだの、パピルス。BGM かよ、さっきゃららららパパパパパパ BGM かよ、さっきゃららららパパパパパパ。パピルスと私の絆が深まったのは料理のおかげ。ということは同じレッスンを貴様に受けさせれば、貴様との絆も計り知れるほどの深まりを見せるはず。クククどうだ、恐ろしいか、私と親友になるのが。おい、すごいな。ではまずソースから。おい、すごいな。拳で殴り原型がなくなるまでぐちゃぐちゃに潰せ。お前をってことだよね。どんな風に殴る。ゆるーく野菜を愛おしそうに撫でた。おい貴様、敵を撫でてどうする。私が手を見せてやろう。ぬわー、おいすごいな、全部なくなっちゃったじゃん。後でかき集めてボウルに入れよう。とりあえずいや、その出し方何。パスタを茹でるぞ。本来なら自家製生麺が最強だが、私はいつも店で買ってきて、うるるるる、その方がコスパ最強だからだ。ぬわー、パパスやんお前。とりあえずスパゲティを鍋に入れて、慎重に。空っぽの鍋底に当たってパラパラと音がした。うん、よし、次は茹でながら混ぜる。ここでのポイントは混ぜれば混ぜるほど美味しくなるということだ。やってみろ。私がやる。
ねえ、この子バカ。クククク、やはりこれなくてやな。よし、次が最後の工程だ。強火でグラグラ茹でる。コンロの火に己の情熱を投影しろ。夢と希望を熱く燃え下がる炎に変えろ。かっこいい。準備はいいか、全力でかかれ。強火にしろ。めちゃくちゃ強火にしよう、みんな。もっと熱く。オッケー、もう燃やそう、全部燃やそう。まだまだ。オッケー、家燃やそう、家。もっとだー。燃えた？やった？ああ、やっちゃった！ああ、あはは！パピルスの料理がうまくならないのも無理ないな。やっちゃったね。終わったね、これ。どうすんの、これ。次は何する？交換日記。お揃いのアクセ作り。うん？まず火消しから始めないと。もうやめだ。認めよう。私は失態を演じた。人間よ。貴様に私を好きになるよう強いることはできない。反りが合わぬものとはどうやってもうまくいかないものだ。貴様と私が水と油なら、それは仕方のないこと。友達になれないのなら、それでいい。なぜなら友達でなければ、何の気兼ねもなく貴様を始末できるからな。え？ページレビューかよさキャララララパパパパパパパ。私の負けだ。見るの通り家は炎に包まれ、貴様とも友達になれなかった。貴様が客人だろうと構いはしない。ここで決着をつけさせてもらう。プライドを踏みにじられ、このまま引き下がれるものか。貴様も持てる力の全てを振りかかってくるがいい。え、どういうこと？なるほどね。攻撃をするふりをするんだ。全力でアンダイに襲いかかるふりをした。え、やっちゃった？手全てやっちゃった？もしかして一食らっちゃったんだ。なんだと？それが貴様の全力か。持てる力も全てを振り絞ってもなお、貴様は私を傷つける意志を持てないというんだ。命かける脅しの道具じゃないって言ってんだ。実は私もお前に手荒なことはしたくないんだ。はじめはお前の偽善に傷が出たけど、でもお前が今私に浴びせた攻撃はね、昔私を鍛えてくれたある人によく似てたよ。お前はただの腰抜けなんかじゃない。でっかいハートをね、持った腰抜けだな。あの人と同じだよ。なあ人間、お前とアズゴは近いうちに戦うことになるだろう。お前、あれじゃない？股間丸出しじゃない？よく見たら。でもな、あの人のことだから、おたけと戦いたくなるぞ。だからお前も戦わずに話し合ってくれ。お前ならきっと、あの人を説得して、事情に貸してもらえるよ。そのうちまた、別の悪い人間が落ちてくるだろうから、そしたらそいつの魂をいただくよ。それでめでたしめでたしだろ。だけどもし、お前がアズガを傷つけたりしたら、その時は人間どもの魂でバリアを壊すよ。そしてお前をボコボコにしてやる。それが友情ってもんだろ。じゃあ家が燃えちゃう前に逃げようか。楽しかったな。また遊ぼうな。あ、でも私ん家にはもう呼べないけど、とりあえずパピルスんとこにでもお世話になるかな。私に会いたくなったらスノフルに来てよ。あ、それとなんか困ったことがあったらパピルスに電話して、私も一緒にいるからさ。じゃあまたな、バイバイ。友達になっちゃった。スノーフル行ってみよう。で、アンダインはどこにいるの？ちなみにパピルスの家かな。ワンチャンある。あの、いるいるいる、おるやん。寒くない？タンクトップ一枚。ここさすがに。貴様とアンダインが友達になって嬉しいぞ。すごくお似合いだ。お、来たな。来たなって言った俺に。俺の顔見て来たなって言った。こいつ許せないんだけど。今からでも殺せますか？